西武線で池袋までやってきました。今夜はメトロポリタンに宿泊する予定です。 JR 系のホテルですね。早速もうチェックインしに行こうと思います。今6時過ぎぐらいですね。今回エクスペディア経由で予約してステータスを持ってると特典が受けられるホテルなんですよね。ここはそういうこともあって客室が最安値の部屋から高層階の少し広い部屋にアップグレードしてもらいました。ダブルのベッドでテレビとかも大きいですね。客室も高層階にアップグレードしてもらって部屋が20階になります。眺めはどっち向きなんだろう、駅とは反対側だと思います。さすがに20階となると周りにここより高いところっていうのは少ないですね。一応大浴場とかはないんですけど浴室も広いですね。今回ここに金曜日に宿泊していてエクスペディア経由で料金は6600円とかそれぐらいでした。朝食付きですね。で朝食は今はビュッフェをやってるみたいで明日また楽しみですね。6時半から今はやっているみたいです。でチェックアウトっていうのが12時っていうのが通常みたいなんですけどエクスペディアの特典でこちらも14時まで部屋で滞在していいみたいです。まあ、ただ14時まではいないかな、12時までもいないかもしれないんですけど、こうやって一応特典が受けられるみたいです。エクスペディアのステータスを持ってるとですね、ゴールドだったかな、ゴールド会員になってると特典を受けられるホテルみたいです。朝食を食べて部屋に戻ってきました。部屋の正面、窓からこう富士山が見える部屋だったみたいです。で、そろそろもうチェックアウトしようと思います。エクスペディアで6600円とかなんでサイトによってはもっと安く予約できるかもしれないです。最安値の部屋だと、まあ、ただ5階とかだとビルの隙間しか見えないと思うんでね、こう今正面見てみると多分中野とか西側の方が見えてる感じなので、まあ部屋やっぱ高層階の方が眺めは良さそうです。で場所ももちろん便利ですし池袋の駅からすぐなんで、以前池袋で泊まったことがあるホテルとなるとサンシャインシティのプリンスホテルとかになるかなとは思いますが、いずれのホテルも快適でした。で両方ともなんかプリンスホテルも確か高層フロアに泊まったんですよね。で今回もかなり高いフロアに泊まってて池袋のあたりでこうやって景色がいいところになると、まあこの2つが上がるかなと思いますが、ゆっくり過ごすことができました。